予備役ブルーリボンの会は北朝鮮による日本人立ち被害者救出のために貢献することを目的とする民間団体。会員は退職自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官、予備自衛官補。これまでに複数回専門家を講師として招いて安全保障問題講習会やシンポジウムを実施している。また、日本文化チャンネル桜の番組、 先森の道京の自衛隊に代表の荒木和弘が出演し、シンポジウムの模様の放送や北朝鮮による日本人拉致問題の現状や政府の対応を見ながら情報を発信している。2015年2月26日には衆議院第一議員会館にて拉致被害者救出と自衛隊と題したシンポジウムを開催し、日本国憲法が改正されていないケース されているケース、北朝鮮政府が機能していないケース等、様々な想定のもとに拉致被害者を救出する、実践的なシミュレーションを提示し、来場者と議論を交わした。2015年6月27日のシンポジウムでは、横田めぐみの両親である、横田茂、げる、夫妻ら北朝鮮による、拉致被害者家族、特定失踪者家族を招き、救出シミュレーションを展開した。 ありがとうございます。